藤谷伝次郎です。今日の夏至メモリアルは、私の好きな、大好きなバンドをご紹介したいと思うんですが、今まで一回取り上げたことがあります。それは彼らについて書かれた一冊の、真面目に彼らの曲に取り組まれた評論家の方の本を紹介したことがあります。で、私自身はこのバンド、いいメロディー、割と私の好きなタイプのメロディーを書く人たちだな、それから世界観も好きだなと思ったんですが、決定打になったのは、私が尊敬します、敬愛します原田真二さん。原田真二さんの「タイムトラベル」という曲があるんですが、この「タイムトラベル」をカバーされた、ライブで歌ってる姿を見たことがあって、この人たち、私は原田真二さんというのは、その日本のポップミュージック界の中でも最も、一人だけっていうんじゃないですけど、最も秀でたメロディーメーカーの一人だと信じてるわけです。だからもっといろんな人が注目してもいいのな。原田真二さん自身はめちゃくちゃに売れましたから、売れた後からは何やっても「あ、原田真二ね」って言われてしまうという、ちょっと古く感じてしまうという不当な扱いを受けてる人だと思ったんですね。それを、このバンドが取り上げてくれたことで、やっぱり原田真二さんという人の才能を評価する人がいっぱいいるんだ、ここにもいるんだということで嬉しくなって、それ以来なんか勝手に感性の接点みたいなのを勝手に感じて、親しくいるような思いを持ってるバンドです。誰かというと、スピッツの今回は夏至メモリアルということで、スピッツの曲、好きな曲いっぱいあるんですけども、夏至メモリアルとしては渚を取り上げたいと思います。この曲は1996年、これでも四半世紀以上前なんですね、に、作られた曲で、草野さんが作詞作曲です。編曲はみんなでやったという感じなんでしょうかね。例によってスピッツらしいポップさとノスタルジックな思いで、比較的スピッツさんにしてみれば早めのメロディー、早めのリズムで作ってる曲です。渚の中でなくしたというか、その愛情を追いかける追憶的な思いを込めた一曲ですが、非常に元気よくて、スピッツの中でもスピード感のある、夏の太陽を感じさせる曲です。スピッツさんといえば「ロビンソン」とか「空も飛べるはず」とか、独特のこう少年の恐れみたいなのを描いたものもありますが、こういう渚でも、どうしてもこう幸せな渚での遊び、戯れというのを描いていながら、どっかここが破綻していくような恐れという感じを、その恐怖とまでは言わないんだけど、ちょっとした不安みたいなものを忍ばせるところが彼らの見事なところだなというふうに感じます。スピッツさんの魅力というのは、こういう意外に図太い、昭和メロディー的なものを感じさせながら、常にポップなものに仕上げていく才能、そしてナイーブな男の子の、少年の感情の揺れというものを常に立脚していることだと私は感じます。で、最近出てきたあいみょんさんなんかにも強い影響があるというふうに聞いたことありますが、なるほど、そういうノスタルジックで、ただもう昔のことを焼き直してるだけではないんですが、新しい世界観にそのノスタルジーが込められているという意味では、独特のいい音楽を作る人たちだなと期待していまして、今後もいろんな活躍をされていくと陰ながら応援しております。今日の夏至メモリアルは、もう夏の終盤に向かってきてというところで、スピッツさんの「渚」ご紹介いたしました。思い出してみました。それでは失礼します。